はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。はい、見た黒コーチ TBS ドラマ面白かったね。うん、いや元々ね見る気はなかったんだけど、あのピッタンコカンカン見てて、俺キムタク好きだからキムタクのとこ見てて、でその後のあの永瀬くん出て、うん、で永瀬くんも好きだからさ、まあ、見てて、でこの後黒コーチだとドラマ、うん、あそうなんだと思って、まあどうせならこのまま見ようかなと思って、うん、いや見たらね面白かったね。うん、でなんかこう調べたらもともとなんか漫画かな、うん、原作があるみたいだね。うん、いやー面白かったね。で俺が気になったのが、殺人現場でおっぱい映ってたじゃん。うん、でしかもその乳輪乳首まで、今テレビってそれオッケーなんだね。うん、あれがなんつうのね、まあ今って上手に作れるじゃない、そういうフェイクを、偽物を。うん、だからまあ偽物って言い張っちゃえばそれまでなのかもしんないけどね、えだってあの NHK の紅白でさ DJ オズマがね着た T シャツで問題になるぐらいだからね、えいいのかなって、まあね NHK と TBS の差みたいなのあるかもしんないけど、いいのかなって思ったよね。モロだったよね。うん、久々に見たもんテレビでおっぱい。うん、いつ以来ギルガメ、アルテミッシュナイトはおっぱい映してないよね。うん、まあ、ギルガメの時には俺小学校4年生とかだったからあんまり記憶ないんだけど、うん、まあいいや。あとゴーレキさん、もう初めて演技っていうものを見た。うん、役かな。うん、イラッとした。うん、おもらしのシーンとは別に全然興奮しなかったよね。うん、いやなんかけど1話目にしてはすっごいボリュームあるなと思って、うん、いや見てて、もう原作とか知らないから、うん、なんか見ててなんか一夜限りのスペシャル番組なのかなぐらいに思ったぐらい、すごいなんかボリュームあって面白かったよ。うん、すごい面白かった。いや俺ね、毎シーズンのドラマで、あの半沢直樹とかアマちゃんとかすごい人気だったじゃない、見てないんだよね。うん、俺が見てたのオーマイだと全然視聴率上がもう高くなかった。うん、もう全シーズンはね外ればっか引いたね、ドラマ。いや今日今回はこの黒コーチ面白い、うん、当たり引いたんじゃないかなと思うね。うん、いやそれにしてもゴーリキさんのおもらしはね、事務所がよく OK 出したよね。うん、いや面白かった。まあね、永瀬ドラマに外れはないみたいなことを言われてるぐらいだから、うん、そうだよね、面白かったです。うん、いやこれはねちょっと毎週の楽しみができたなっていう感じでした。うん、来週もおっぱいがあればいいなって思います。はい、それじゃあ終わります。バイバイ。